はい、どうも皆さんこんにちは。本日もルーンファクトリー5の動画撮っていきたいと思います。で、今日はですね、すごいクズの入手方法についてご説明していければなと思いますね。で、このすごいクズ説なんですが、めちゃくちゃレアアイテムです。めちゃくちゃレアアイテムなので、もしかするとまだ持ってないよっていう方たくさんいらっしゃるんじゃないかなと思ってますね。そもそも、そんなアイテムあったの?って思う人もいるかもしれませんね。で、このすごいクズ説なんだけど、まず効果を説明していきたいんですが、武器の強化素材として使うことができます。ただですね、効果がめちゃくちゃ面白くて、ベースにした武器の与えるダメージを、なんとね、位置で固定する効果を持つ特殊なアイテムなんですよ。剣、おい、ちょっと待てよ。お前それ全然使えないじゃないか。ふざけんなよ、と思うかもしれないんだけど、ただね、武器の与えるダメージを位置で固定することによって、様々な恩恵があるんですよね。で、その代表的な恩恵の一つとしましては、チロリア狩りが、あげられるんじゃないかなと思います。で、このチロリアっていうモンスターなんだけど、終盤に出てくるモンスターで、確かね、前の動画でもチラッと触れたんですが、バイテスと10倍鉄を落としてくれるモンスターなんですよね。で、このチロリアなんですが、最大 HP がなんとね、4しかないんですよ。4しかないんですけど、バイテスと10倍鉄を攻撃を食らうたびにドロップしてくれるっていう、かなり特殊なモンスターになってるわけなんですよ。なので、非常に癖があるモンスターなわけなんだけど、先ほど申し上げました通り、最大 HP が4しかないので、今回ご紹介するこのすごいクズ鉄を使うと、武器のダメージを位置で固定することができるわけですよね。ですので、通常であればチロリア倒しても、一つしか倍鉄か10倍鉄を入手することができないんだけど、すごいクズ鉄を使った武器で攻撃すると、なんとね、チロリア1匹あたりから、倍鉄か10倍鉄を最大4個ゲットすることができるんですよ。で、このチロリアなんだけど、なかなか出現しません。まあ、一応レアモンスターなんで。なので、かなり効率的に倍鉄と10倍鉄をゲットすることができるわけなんですよね。ですので、このすごいクズ鉄っていうものはめちゃくちゃ使うことができる、そういったアイテムっていうことが分かってもらえるかと思いますね。まあ、とにかく重要なんですよ。まあ、他にもね、いろいろと使い道はあるんだけど、まあ、代表的な例で言うとやっぱチロリア狩りになるんかな。まあ、今現在進行形で、倍鉄と10倍鉄を欲しいから、チロリア周回されてる方もたくさんいらっしゃると思うんですが、意外にね、このすごいクズ鉄の存在知られてないんで、ぜひね、覚えておいていただければと思いますね。ただね、先ほど申し上げました通り、このすごいクズ鉄なんだけど、かなりのレアアイテム扱いになってます。ですので、なかなか手に入れることができないんですよ。これがね、かなり痛いところなんですよね。で、今ですね、失敗したんですが、うわぁ、ちょっと待って、すごいクズ鉄出たんだけど、ちょっと待って。今さ、たまたま失敗したんだけど、すごいクズ鉄が出ました。マジで言ってんの?マジか、言ってるそばから出てくるのか。まあ、回数を繰り返せば、いずれ出るんだけど、まあ、普通はね、クズ鉄しか出ないんですよ。まあ、たまにこうやってね、すごいクズ鉄が出てくれるわけなんだけど、マジか、このタイミングで出ると思わなかったわ。で、このすごいクズ鉄の効率的なゲットの仕方なんだけど、ちょっとね、説明する前にやっちゃったから、ちょっとあれなんですが。まあ何でもいいんですけど、例えば株の種がやっぱり代表的なのかな。いや本当にね、このゲーム株の種の汎用性がすごいよ。株の種を使う材料に指定しますと。で、これでね、ひたすら繰り返していくって感じかな。で、こうやって繰り返していくと、すごいクズ鉄か普通のクズ鉄をゲットすることができるんで、これまあひたすら繰り返していくって感じになります。で、今見てもらった通り、まあ普通であればこのクズ鉄をゲットすることができるんだけど、たまにね、このすごいクズ鉄ゲットすることができるんで、まあすごいということで、買い値がね、なんと、普通のクズ鉄の2倍になってます。ただ売り値がね、なぜかよくわからないけど、こっちの方が低いっていうね、これ謎すぎないか。マジで謎なんだけど、どういうことやこれ。まあこういった形で皆さんぜひね、すごいクズ鉄をゲットしましょう。とにかく、これを繰り返すことによって、いずれね、このすごいクズ鉄ゲットすることができると思うんで、まあ使い道としてはね、かなり限られるんですが、全く使えないアイテムではないので、ぜひこちらのアイテムを活用して、チロリア狩り頑張りましょう。けどチロリアもね、本当になかなか出ないからな。まあ繰り返しやれば出てくるんだけど、出現率あれどうにかならないんかな。マジでそれですよね。なかなか出現しないみたいな感じですから。はい、まあそんな感じですと、あとはですね、もし初見さんがいらっしゃいましたら、ぜひこれを機会にチャンネル登録して、これからも
ルーンファクトリー動画見ていただければ幸いです。ぜひよろしくお願いします。おそらくルーンファクトリーをやってる方であればチャンネル登録しといて損はないと思うので、ぜひこれを機会にチャンネル登録していただければ幸いですね。っていうことで、ベアトリスちゃんがやってきましたね。めっちゃ久しぶりだな。てか、ベアトリスちゃんのところなかなか行かないからさ、喋る機会がないんですよ。まあ、ダンジョン攻略を優先的にやってたっていう背景もあるんですが、全然ね、まだ恋愛候補と話してないわ。まあ、厳密には偏りがあるって言い方の方が正しいかな。ベアトリスちゃんはね、全く話す機会なかったからな。そして、お友達のベアトリスです。覚えていらっしゃいますか？いや、覚えてるよ。まあ、友達かどうかわからないけどさ。てかさ、待って、空めちゃくちゃ暗くない？今更ながら。おはようございます。朝からどんよりとしていますね。それな？めっちゃ暗いよね。夜かと思ったわ。夜かと思ったら普通に朝だったっていう。午後からは晴れるといいのですが、それな、マジでさ、曇りとか雨ってテンション下がるよね。社畜さん、あなたはこの世界すら救ってしまったのですね。そうなんだよ。俺一応ね、この世界を救った設定になってるらしいからな。あなたとこの地で心を通じ合わせたこと、私心から誇りに思います。マジかよ。なんかそんなこと言われたらさ、めちゃくちゃ緊張するな。ああ、こんにちは。あ、ちょっと待って、ちょっと待って、ついでにさ、株の続きをあげようか。これね、ふうかちゃんにあげたらめちゃくちゃ嫌な顔されたんですよ、この間。めっちゃ嫌な顔みたいな。多分ね、君なら大丈夫なはず。うわ、めっちゃ早いなってか、走りすぎじゃない？はい、これ。ありがとうございます。いただきますわ。デザートにイチゴがあれば嬉しいですね。うわ。お前なかなか注文多いな。よく見たらこれはあなたの手作りなのですか？まあ、素晴らしいですわ。そうよ。俺の手作りだよ。美味しいかどうかわからないけどな。お、走ってくね。で、まだ7時40分か。パン焼いてないよな。毎日のルーティンよ。パンを購入するみたいな。これちょっとどうにかならないかな。強制的に朝の9時まで時間を進めるっていうことできたら嬉しいんだけど、これ待っとかないといけないからな。まあ、牧場物語の時もそうだったんだけど、待たないといけないのが結構めんどくさいですよね、このゲーム。ずっとさ、だってここで待機しないといけないわけでしょ。時間進める機能とかあればめっちゃありがたいんだけどな。さすがにそういうわけにはいかないのか。まあそこに関しては仕方ないっちゃ仕方ないですね。で、8時になると開くと。ただ開くんだけど、レシピパンはまだ購入することができないわけですね。てかすごい数のパンあるよね、ここ。今更ながらすごい数のパンやな。お！おじいちゃん、こんにちは。おはようございます。なんだか怪しい空模様ですね。雨宿りが必要になったらいつでも寄ってくださいね。ああ、ありがとうございます。マジかよ。いいんか。今日も明日も君のために美味しいパンを焼いて待ってますよ。なんかジャムおじさんみたいな。ちょ、これからさ、ランドルフさんのこと、ジャムおじさんと呼ぼうかな。君は軽く食べられるパンとお腹がいっぱいになるパン食べるとしたらどちらがいいですか？ちょっと待って。これさ、この間質問されなかったっけ？まあ、どっちでもいいんだけどさ。あとさ、ルーンファクトリー5なんだけど、作り込みがすごいよな。ほら、見てくださいよ。パンとかもめっちゃリアルですよね。なんか世間では、ルーンファクトリー5のグラフィックが残念すぎるみたいな感じで、結構話題になってるんですが、ただ十分だよな、ルーンファクトリー5って。個人的にはね、スイッチのゲームにしては、旧大点だと思うし、むしろ綺麗だと思うんだけど。まあ、確かにね、モンスターハンターライズと比べると、グラフィックはかなり劣ってしまうけど、まあ、旧大点でしょう。うん。逆に言うと、モンスターハンターライズがあまりにも優秀すぎるだけだと思いますけどね。あれと比べちゃダメよ。マジであれと比べたらダメだと思うわ。かまどの中からいい香りがする。ここでいっぱいパンが焼かれたんだろうな。ああ、確かに。かまどでパン焼くっていいね。お！プリシラ、これから晴れるかな？うわ。みんなめちゃくちゃ天気気にするな。いらっしゃいませ、と。で、レシピ番ください。さあ、4個購入することができますと。ちなみにね、パン屋をグレードアップするとパンを4個購入することができます。こないだまでやってなかったんだけど、結局やっといたわ。単純に効率が2倍になるから、まあ、これはね、絶対やっておくべきですね。はい、ということで、まあ、今日はこんな感じかな。まあ、長々と喋ってきたんですが、今日の動画はこの辺りで終わっていきたいと思います。まあ、これからもね、こういった形でルーンファクトリーの動画は継続的に投稿していくので、ぜひこれからも動画を見ていただければ幸いです。あとはね、再生リストもあるんで、ぜひね、過去動画もあさって見ていただければ嬉しいので、よろしくお願いします。あとはですね、最後にチャンネル登録も忘れずによろしくお願いします。ではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。